いや本当にね、そのダスト君がもうヤバかったんで、昔はもうガッティ君も苦労を知ってると思いますけど、あー全く聞かなかった音があるやつしたよね。もうだってボツになってる企画めっちゃあるもん聞く耳持たずって感じ。ようやくよ、本当に。いやもう、ね、なんかのタイミングでなんかポイドルのエウレカとか、ガイブの竜を口ずさんでたね、ダストがそれを鼻歌だけどね、おーってもう何やろサインってなるけどいやそうそうなんだよ。なんでなんで多分ガッティがもうバンド時期抜けてんのよ。あ、音楽においてはいもうタイミングで来てるから、そうね、合わねえなーってでも今はもうどっちかダンスボーカルグループ、まあそうですねあんまりバンドサウンド自体あんま聞かない気、はいはい、ですね今。まあ嫌いになったってわけじゃないもん、ね、あ、そうただその気的に周期的にね、今の旬はなんかその、ね、バンドサウンドじゃないなっていう気分っていう感じです。ドキドキは聞くからね、もちろん聞きてなっていう時は、うん、ここでって言ってちょっと面白いんですけど、遅いなぁ遅いも遅いそこもちょっと面白さというか、まあね